です。話題です。今日はあれですね、もう気づいたら12月ということで、はい、12月と年末年始の営業時間、営業時間とか営業する日についてですかね、はい、とりあえず今週の12月1日からちょっと変則で、変則で、12月の6日月曜日、これは開けます、営業します、営業します。でその代わりに7、8に定休日となります。7、8は、はい、はい、12月のお店のお休みの日が、7、8のパース13日月曜日、20日月曜日、31日お休みです。はい、それ以外は基本的に全部開けます。はい、営業最終日は30日までですね。7、8ね、ちょっとこう最後の週にちょっと頑張って20からね、いっぱい働くということで、7、8ちょっとだけちょっとお休みをしようかなと。そうですね、はい、年末に向けて、年末に向けて休みます。はい、で31と1日休んで2日から入ります。2日は4時から11時まで、2、3だけ4時から11時までにしようかな。はい、で3も月曜日なんですけど、それもやります、営業します。で1月は、8まで、2日から8までやって、9、10、11、3連休します。正月休みですね、はい、僕たちの。以上です。以上ですかね。まあ、あの概要欄にちゃんとね、営業する人、お休みの人書いてあるんで、詳しくは概要欄に書いてあります。うん、はい、以上です。うん、まあ、もう以上です。以上です。12月頑張ろう。はい、もうあとね、1ヶ月しかないから、1ヶ月頑張れば終わりだから。今年もね、あと1ヶ月なんで、気合い入れて頑張ります。頑張ります。